2019葛飾堀切菖蒲祭りにご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいま駅前通りでは菖蒲祭りパレードを開催しております。本日9時30分からスタートいたしましたパレード、現在は後半の阿波踊りパレードとなっております。本日は18の連総勢680名の皆様による阿波踊りを披露していただいております。現在駅前通り本部前はトモエレンが、中央は新小岩ブラックエンが進んでおります。そしてその後ろからやってまいりますのは南越谷合同連総勢40名の皆様です。ポパイ連、ダルマッコ連、ハス連、ユーユー連、南越谷商店会勢い清い連、40名の皆様が阿波踊りすり足で踊り込みます。どうぞよくご覧ください。現在パレードの方はそれぞれの連によります流し踊りを披露していただいております。現在15の連がスタートしております。流し踊りの後はそれぞれ3つのエリアに分かれまして、披露していただくことになっております。そして組踊りの後は総勢680名によります総踊りをございます。どうぞお時間と許しますかぎりゆっくりとお楽しみください。差し掛かりますのは